2020年東京オリンピックのテニス競技は2021年7月24日から8月1日まで有明テニスの森公園で開催されたオリンピックテニス競技である会場の入り口国際テニス連盟管轄コートサーフェスは屋外ハードすべての試合コートにおいて電子ラインコールが利用可能男子女子シングルス男子女子ダブルス 混合ダブルスの稽古種目が行われる。すべての試合はタイブレイク採用のベストオブサンセットマッチで行われる。なおダブルスの試合は1セットオールとなった場合、マッチタイブレイクで勝敗を決める。2021年7月25日、東京の気温は32度に達したため、国際テニス連盟は異常気象時の措置を適用した。また当初は、 1> 第1試合の開始時間が午前11時であったが、あまりの酷暑をトッププレイヤーが訴えた。さらに、28日午後1時5分に始まった女子シングルス準々決勝を戦ったパウラバドサが車椅子で運び出されるほどの熱中症で途中、危険したことで、29日から第1試合の開始時間が午前11時から午後3時に変更された。シングルスとダブルス合わせて、 男女86名ずつ、計172名の選手が出場する。出場選手は2017年から2020年の間にデビスカップか、ビリー・ジンキングカップで原則として3回以上の代表歴が必要となる。シングルスは、2021年6月14日、時点での ATP ランキング及び、同日現在の WTA ランキングの上位56選手が出場できるが、 一カ国につき男女それぞれ最大4名と定められている。残り8名のうち6名は各大陸予選枠での出場となる。2018年アジア競技大会、2019年アフリカ競技大会でそれぞれ1枠、2019年パンアメリカン競技大会で2枠が与えられる。欧州とオセアニアではランキング最上位の選手が大陸予選枠として出場できる。 いずれも、ランキングで300位以内に位置することが条件である。その他に開催国と過去のオリンピック金メダリストか、グランドスラム達成者に1名ずつ与えられる。ダブルスは、ダブルスランキングまたは複合ランキングをもとに1カ国2組まで出場できるを含むが、シングルスとダブルスの合計では1カ国につき、男女それぞれ6名以内となっている。混合ダブルスはシングルス、または、 ダブルスの出場選手を対象に複合ランキングを元に選考されるため、混合ダブルスのみの出場選手はいない。テニス競技は2021年7月24日から8月1日にかけて行われる。出展、メダル獲得数東京2020。ありがとうございます。